こんにちは、ムッチンです。今回はですね、この間魚釣りに行った時にルアーをいくつか拾ったので、その時の映像を紹介しようと思います。テロップにも書いてあると思うんですけど、ルアーを拾った時の対処は以下の通りになっています。今回の動画のように水中で拾った場合は漂流物という扱いになるので、市役所の方に持っていきましょう。僕も調べるまでは全然わからなかったので、慌てて市役所の方に持ってきました。皆さんもルアーを拾った際には十分お気をつけください。それでは探していきましょう。まずここで一つ目のルアーを発見しました。ちょっと見えづらいですけど、ここにありますね。とりあえず1個目をゲットです。よく見てみるとこの辺の塗装が剥げてますね。するとですね、ここにもルアーが落ちていました。これも拾ってみましょう。よし、これで2つ目をゲットです。これは針の部分がだいぶ錆びてますね。落としてから結構時間が経過してるみたいです。本当はルアーに関しての詳しい説明も入れたいんですけど、僕はあまり釣りをしないので、すいませんがルアーのことはよくわからないんですよね。これから少しずつ勉強していこうと思います。それでは次のルアーも探していきましょう。お、ここにありましたね。次は赤と白のツートンカラーのルアーを発見しました。これは結構綺麗ですね。針もそんなに錆びてないです。3つ目はこんな感じで綺麗な個体を発見することができました。この日は魚釣りがメインだったので、そんなにルアーを探してるわけじゃないんですけど、意外とルアーって折ってるもんなんですね。するとまたここでルアーを発見しました。見た感じこれはすごく綺麗な個体ですね。劣化してる感じもないです。するとここでもう一個絡まっていました。これですね。こっちも見てみましょう。絡まってる海藻を取って、こんな感じですね。このルアーもかなり綺麗な状態でしたね。そしてここでちょうどカメラのバッテリーが切れたので、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで結構綺麗なルアーも発見することができました。また機会があったらですね、こういう企画もやってみたいと思いますので、よければ高評価、チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。次回はですね、2020年最後の動画にしようと思っているので、市場で買ってきた食材で美味しいつまみを作って、お酒を飲みながら今年を振り返っていこうと思います。少し長い動画になると思うので、お酒を飲みながらでも見てもらえると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。ではまた。アフレコは簡単なようで難しい。魚付きより難しいかもしれない。